incontro mondiale per la ripresa in atto da via. Global Just Recovery Gathering. Welcome everyone. はい、皆さんお待たせしました、トルコから参加しておりますマヒールです、365の、常駐の気候科学者の一人です。気候科学者として、付きまとうのがこの不安感です。実際科学者であるとか活動家の中には、不安感を感じることが多いと言われています。特に活動する中で燃え尽きた感を感じてしまうというのはよくある話です。本日はそういったところから、本日は地に足をつける、気候科学の話、そして心の健康を結ぶ、パネルをご用意しています。本日のパネルメンバーをご紹介したいと思います。純不動です。まずコーバレット、アメリカ海洋大気庁のアシスタント副局長と、そして、コーさんは、IPCC という、パネルの初の女性の副議長ということで2015年に就任しています。続いてジョージ・マーシャル、ジョージさんはコミュニケーションアドボカシーということで30年にわたる経験を持ちます。国際 NGO、 そして政府や企業のアドバイザーということでも活躍しています。そして2014年に本を発表したんですが、なぜ自分たちの脳はこの気候変化を無視しようとするのかという本を発行しています。そしてルイーザさん、ドイツの気候活動家ということでドイツにおける学生ストの主催者でもあります。そして NGO とも、お付き合いがあります。そして、レニー・ラーツマン、心理学気候環境の、交わり方についてのリーダーです。心理学と社会科学を紐解いて、創造性とそして勇気につながる活動や、ツールを提案しています。そして、レニーさんは研究リサーチも行っています。はい、皆様今日は、参加してくださってありがとうございます。現状非常に難しい時代を生きていると思います。特に、気候に関する不安感を、感じやすい、時代だと思います。さらにコロナで、そういった状況がさらに、悪化していると言えます。コロナによって通常は耐えられることが耐えられなくなっていると言えると思うんです。そんな中で本日は、気候科学における最新状況はどうなのかというところの、議論、そしていかにこういった厳しい環境の中で、前向きに、穏やかに活動していくかと、こういった、ヘビの話になる前にまず簡単な質問からスタートしたいと思います。私からまず回答したいと思うんですが、勇気につながる音楽とは何ですかと、どんな音楽を聴いて、勇気をもらっていますかという質問です。私は、ボブ・ディランの歌であまり知られていないんですが Let Me Die In My Footsteps という音楽が好きです。この曲がとても好きです。ジョージさんはどうですか、何か特に勇気をもらえる曲というのはあるんでしょうか。私は昔のジャズのファンで、実はレコードを聴くのが好きなんです。もうズームチャットで産んだりするとレコードを聴くんですが、ルーイ・アームストロングの、ホットファイブズが特に気に入っています。これまたいい曲だと思います。レネさんどうですか。ジョージさん、おすすめ曲リストということで紹介してくださってありがとうございます。もう今日の何度も準備したおすすめ曲リストです。私はどうでしょうか。私は、キルトンという曲をよく聴きます。ネバープロモールであるとか、クリスネダース、こういった曲をよく聴きます。そうすると、少し気持ちが落ち着くといったところでしょうか。
コウさんどうでしょうか。おすすめの曲を聞くこと、質問することで、個人の特徴を引き出せると非常にいいと思いますが、私はジャンバンドのファンです。まあ、いろんなジャンルがあるんですけれども、いろんなジャンルのバンドを聞いてます。特に気に入っているのが、即興演奏の部分なんです。ジャミングと言うんでしょうか。曲の真ん中に即興を入れてみたり、曲と曲の間に入れてみたり、それを聴く側としてはどういうふうにこの曲変わっていくんだろうとか、どういうふうにこの曲を終えるんだろうかとか、一緒になってこうワクワク考えられるプロセスが好きです。ではルイーザさん、個人の特徴が現れる曲ということなんですが、私は作曲をするんです。曲を作ることで、例えば、ギターやピアノを弾いて曲を作るんですが、そうすることで、こう凝り固まったものがほぐれていきます。特にこの眉間のシワといいますか、凝り固まったものがスッとこう溶けて顔の表情も柔らかくなるような気がします。まあ、特にクラシックで私は作曲をするんですが、それ以外にも友人が音楽を作っています。インディーポップロックバンドで、活動している友達もいますので、そういった音楽を聴くのも楽しいです。そして友達と話していたことを思い出したりできるので、やっぱり音楽を聴くというのはいいと思うんです。まあ、その時の感情だとか、その時考えていたことが思い出せると思います。はい。では、コウさんからディスカッションを始めたいと思います。IPCC で活動されているということもあって、どうでしょうか。このジャストリカバリーの中で科学が持つ役割、責任ということはどういうふうに捉えているでしょうか。まあ、これからジャストリカバリーに向かってどのように科学をツールの一つとして使っていけるんでしょうか。科学者としてそういった質問をいただいて非常に興味があります。この、温暖化に対しての取り組みということに対して科学はなくてはならないもので、30年前振り返ってみますと、科学の観点で取り組みを進めてきて、どんどん科学的な観点で高まってきました。過去は、地球温暖化って今発生してるんですかという質問があったんです。人間が温暖化を引き起こしているんですかという疑問があったところから、それが人間がそれを起こしているという認識に変わっています。そういった、変化をもたらすことにおいて科学というものが大きな役割を担ってきたわけです。そして昨今、考えてみると、特に今回のトピックに関わっていくんですが、科学というのはジグソーパズルの一つに過ぎないと思うんです。もちろん重要なパズルの一つなんですが、科学だけではなくユースムーブメント、こういったものがどんどん進んでいますが、ユースムーブメントの中で科学が持つ役割も大きいですし、そして会話の中で科学が出てくる。そして科学というのは論理的な面が強いわけなんですが、やはり昨今のユースムーブメントであるとか、その他の環境問題の解決のアプローチを考えて、やはりその団結することが重要だというふうに強く思います。国連の議長がコロナに対してどうするべきかということで、発言されておりましたが、もちろん科学は必要だけれども、一致団結することが重要だというふうに発表されていました。この気候の変化に対して
もちろん科学は重要。加えて、共感しながら問題解決に向かって人間らしく一致団結して取り組むことが非常に重要だというふうに思います。みんな足並みを揃えて一緒に戦っていくことが必要だと思う。これで言うと、私たちは科学者ということで、科学者と、それからあまりその気候に関して、気候変化について理解していない人の間でこう摩擦が生まれているように思うんです。科学データを理解してもらえればどれだけ現状が厳しいかを理解してもらえると思うんですが、なかなかそれが難しいこともあります。そして、特に、活動家でないという方々、環境に関して無知であるわけではなく、関心がないわけではなく、実際にすごく知識がある方も多いんですが、それでもあまり気候変化については活動はしていないという方もいらっしゃいます。なぜかというと、やはりそのコミュニティ全体で取り組んでいく必要があるからだと思うんです。つまり自分が住んでいる地域コミュニティでもっと差し迫った問題があるので、そちらにどうしても関心がいってしまって気候変化については少し後回しになってしまうということもあると思うので、そういった人たちに対して敵対視するのではなく、いかにそういった方々を巻き込んで一致団結して問題に取り組んでいくかということが重要ではないでしょうか。ですので、この一致団結するということにフォーカスしたいと思っています。では私はここで、終わりにして、このトピックで皆さんと議論していければと思います。でここで科学についてなんですが、こういった科学データを無視する傾向にあるということで、2014年に本を発行されたジョージさん、いかがでしょうか。なぜ我々の頭脳というのはこういった科学データを無視しようとするんでしょうか。それをいかにどう変えていけばいいんでしょうか。本が発行されてから7年経ちましたが、どうでしょうか。何かその後進化変化はあったでしょうか。そのあたりも交えてお話しいただければと思います。コウさん、非常にいいスピーチだったと思います。アプローチの仕方も私も素晴らしいと思います。社会的にそして文化的な観点からも取り組んでいきたいというのは非常に重要なポイントだと思います。科学データだけではないと思うんです。もちろん科学も必要です。ただ私の本でも述べたんですが、やはり情報源としては社会的な領域から来ると思うんです。そこに、科学的な事実を盛り込んでいく。ですから科学的なところと社会的なところ両方必要だと思うんです。気候の変化というのはなかなか認めにくいものだと思うんです。人間としてそういった小さいものには蓋をしたいではないですけれども、問題だとか内なる葛藤を持ってくるようなものは無視したくなるわけです。ですが社会的なアイデンティティとして重要になってくるということになるわけで、そして自分は誰なのか、どんなアイデンティティを持っているのか、そういったものも交えて環境問題に取り組めば、もっと皆さん取り組みやすくなると思う。例えばタバコを吸う身としては、どれだけ体に悪いかというデータを突きつけられても、タバコを吸う人たちの間にいてはそういったデータは無視しやすくなる、または無視してしまうわけです。ですので、こういった気候の変化に取り組むこと、その心地よくないことかもしれませんが、それを少しでも取り組んでもらうためにこう帰属意識を持ってもらうということが大事だと思うんです。なぜこの気候の変化に取り組むことが心地悪いかというと、ネガティブというか、この社会的に目を背けたい話題だからです。ですからネガティブではなく、もっとポジティブな前向きな取り組みにしていけばいいと思う。例えばその
アイデンティティを持つための取り組みといった形で前向きにしていけばいいと思うんです。後ほどまた詳しくお話ししたいと思いますが、やはり人間としてこの距離を置く文化というものがあると思います。例えばその科学者としては、内なる葛藤がやっぱりあって、例えば科学者がいかにデータと距離を置くかという態度なんですが、例えばゾッとするようなデータを科学者としては非常に距離を置いて説明するわけです。つまり非常にドライで抽象的な分かりにくい言葉を使ってデータを説明する。つまりゾッとするようなデータを少しでもこう軽く説明しようとする。つまり距離を置いて説明する嫌いがあります。そして科学者によくあるのが感情を共有することを苦手とします。伝えたくないわけです。まとめると、例えば今のこの気候の問題は今の問題ではない、将来の問題だからということでつい、無視する、後回しする、距離を置くという、傾向があります。そしてさらにこの問題について話したがらない、語りたくないという、傾向があります。たくさんの人たちがこの環境の問題について語ろうとしない、語りたくないと。ただ語らないイコール社会的な領域の中に入っていかない、つまり身の回りの身近なこととして染み込んでいかない、つまり怖いものとして生み出されていくわけです。ですので、まずこういった問題を受け入れて社会的領域の中に持ち込んで、友達と話をする、家族と話をするところからスタートしてほしいと思うんです。私よく行くんです、よく言うんですが、気候の変化に一番効果があるのは、まず、話をすることです。身の回りの人と気候の変化について、近所の人、友達、家族と話をしてほしいということを私はよくお願いするんです。たくさん話してしまいましたが、いかにこの内なる葛藤と向き合っていくかと、私の向き合い方は、この社会的な観点で喜びを見つけることです。例えば私は同僚と仕事をすることが好きですし楽しいですし、そして自分の活動によって、非常に達成感も感じますし、やりがいも感じています。そうすることで非常に実際圧倒されるような、なかなか大きな仕事をしているわけですが、そんな中でも耐えていけるんです。時には絶望感に悩ませることもあるんですが、そういった気持ちも乗り越えていけるのはやっぱりその前向きで達成感、そして、目的を持って進めているからと思うんです。で、そして私たちは活動家としていかに、この環境の問題について自分たちが良い看板になっていくかということが重要だと思うんです。つまり私たちが絶望感でいっぱいであるとか悲しみでいっぱいであるということを表現してしまうと、周りからすると、の人たちが行っている活動には参加したくないなという印象を与えてしまうわけです。その代わりに前向きで望みがあって意欲のあって楽しい取り組みなんですということが皆さんに共有できれば、あ、だったらあの人たちがやっている活動を参加しようかなというふうに思ってもらえれば、自分たちの活動ももっと、前進すると思います。レネさん、2020年の後半に、プロジェクトを実行されたようなんですが、ジョージさんの話とつながったようなプロジェクトということなので、バトンタッチしたいと思います。はい、紹介ありがとうございます。コウさんと、それからジョージさんから、非常にもう興味深い議論が、繰り広げられていますけれども、私から少し追加したいと思います。やはり、環境変化のアクティビストということで、責任としていかに自分たちがどのようにコミュニケーションを取っていくか、これに対して責任を持つべきだと思うんです。ジョージさんが言ったように、自分たちができる一番パワフルな影響度のあることというのは話をすることです。語ることです。それで言うと、いかにこの環境についてのメッセージをコミュニケーションするか、
どのように伝えていくかということが自分たちの責任だと思うんです。科学者であっても、コミュニケーターであっても、学生運動の主催者であっても、それから役員であっても、CEO であっても、誰でもいいんです。とにかく何かを変えていこうというふうに取り組んでいる人であれば、やはりうまく前向きに効果的に他の人を巻き込む力を身につける必要があると思います。ただハードルは高いと思うんです。もうこれは人間にとっての究極の課題だと思うんですが、いかに高い利害関係のバランスを取るかだと思うんです。その高い利害関係のバランスを取りながら、いかに、現状に生きていくか。例えば神経科学者が言うんですが、感情をいかにコントロールするか。つまり私たちがいろんなことを知ることによって不安感が生まれてくる。その不安感をいかにコントロールすることで、それを周りの人に撒き散らさないかということが重要だと思うんです。無意識のうちにそういった共有しているのかもしれません。カーボンカンバセーションの、創設者ローズマリー・ランドールが昔言っていたんですが、こういった環境の問題に関する感情の問題は、熱いじゃがいものようだというふうに彼女は言っていたんですが、例えばこれだけゾッとするような環境に関するデータを理解して、私はもうこれを皆さんと共有いられないということで、ついネガティブなことをばらまいてしまうと、こういったことは慎んでいくべきだと思います。そして JR ファウンデーションがサポートしているプロジェクトインサイドアウトというグループもあるんですが、そのグループはいかに特に活動家が使えるかというツールを作ってくれています。プロジェクトインサイドアウトというプロジェクトなんですが、これについては自分たちがいかに案内役として活動できるかということを、に取り組んでいます。皆さんの考え方を変えるとか、人のモチベーションを上げるためにどうするかということを考えていくのは古い考え方だと思うんです。そうではなくて、いかにこうトランスを突破するかということが重要だと思うんです。そしてジョージからもあったように、タバコを吸うだとか、それから食生活であるとか、そういった公衆の健康に関することでいうと、いかにそのお医者さんが公衆とやり取りしているかということを環境にも置き換えたらいいと思うんです。つまり私たちは、私は科学者として実際こんな状況で、怖いこともある。ただ一緒に考えていきましょう、一緒に取り組んでいきましょうということが姿勢として重要だと思うんです。ですので、もう少しデータを知りたいですかというような問いかけをすることからスタートしたいと思うんです。科学者としてたくさんのデータを私たちは持っています。本当に膨大な量のデータを自分たちが持っているわけです。たくさんのデータをいかにうまくシェアしていくかが重要だと思っていて、とにかくデータがあるからどんどんばらまく、つまりパワーポイントで報告をするとか、スピーチをするか、するとか、それだけでは感情的なところが伝わらないので、いかに共有していくかということが重要だと思っています。ただ今のこのような状況がこれだけ早く起きるとは思っていなかったので嬉しく思うんですが、やっぱりその物理的なところと感情的なところがしっかりと今結びつこうとしていると思うんです。20年ぐらい前振り返ってみると、いかに情報を処理するかというような本たくさんあるんですけれども、情報の処理というのは中立的な処理はできないんです。必ず何か影響を受けて情報処理しているわけですから、この
処理をするための影響度、これを何とするかです。つまり、いかに、感情をコントロールしながら、そして、ジョージとコーからもありましたけれども、こう帰属感を持って自分は一人じゃないんだという気持ちを持ちながら取り組むことが重要ではないでしょうか。さらに重要になっていくのが、今経験していることを正常化することが重要だと思います。例えば今恐れているからといって前向きに考えられないわけではないんです。ですから生きるか死ぬかどっちかではないと思うんです。やっぱり人間として恐れることもあるでしょうし、恐れを感じながら前向きに取り組んでいくというこの、気持ちの切り替えというんでしょうか、これが重要ではないでしょうか。これだけの変化を目前にして本当に圧倒されるようなことが起きているわけです。ただ人間としてうまく情報共有をしながらどう対応していくかということを議論していければと思うんです。ですのでこれから皆さんの家族、同僚、そしてコミュニティの皆さんとしっかりとこの話をしていっていただきたいと思います。ではルイーザさんにバトンタッチします。今議論に出たようなツール、アプローチを活用できていると思うんですが、ルイーザさんは例えばジョージからもあったように、世の中の人はまだ、この気候の変化について議論をしていないということに対してフラストレーションもあると思うんですが、どのようにそんな気持ちを対処しているでしょうか。私はまだ、若者の部分に入るわけなんですが、非常に厳しい状況だと思います。私のその活動家としての人生を振り返ってみたときに、私のこの先の人生、ずっと地球の問題と取り組んでいくのかと、ゾッとします。今24歳なんですが、例えば5年先というのは、本当に24歳からすると5年間というのは長いんです。なので、その先を考えたときに、この先ずっと地球の活動をしていくのかと思うと、ちょっと厳しいなと思うというのが正直なところです。そして活動家として世界中で毎日起きていることを理解したときに、自分が何をしても、何も力になれないんじゃないかとか、そういった気持ちになることもあります。そういった気持ちになるというのは非常に、辛いことのように感じています。そして年齢とも関連があると思うんですが、若い人たちは不可能なこともつまりマイナスなことを考えやすい傾向にあると思います。そして20世紀と比較して21世紀を考えるわけではなくて、私たちはその21世紀だけにフォーカスしがちです。そういったことから、気候の活動家になろうと志を持つ人たちも多いと思うんですけれども、自分が何をやっても意味がないというふうに思わないでほしいんです。私は何か、変化を起こしたいので活動家になったんです。もちろん無言を保つことによって変化をもたらすこともできると思うんですが、私は行動を起こすことで変化に結びつけたいということを選んで活動家になりました。若者として自分は変化をもたらすんだと、そのために重要なことをやってるんだというふうに考えることは非常に怖いこともあります。もちろん小さい頃から
大人になったらやりたいことは何でもできるんだよというふうに育ってきたわけなんですが、例えば世界中を旅して世界を見てというようなことで学生にはよく言われていますけれども、その中でこの地球の大惨事の中で皆さんのすることは何の役にも立ちませんよと、そういうことを言わないわけなんですが、もちろん自分たちがすることで効果があるんだと、何か意味があるんだというふうに感じることは重要だと思います。ただまずこれだけのことが起きているということをあまり、悲観的になりすぎずに認識することが大事なんではないでしょうか。でここで、3つのポイントを共有したいと思います。1つ目に、自然科学についてです。たくさん自然科学について議論されますけれども、今コウさんからも科学の持つ役割という説明がありましたけれども、もちろん自然科学だけではなく社会科学も含まれるということが重要だと思います。分子学だとかそういった科学についてはたくさん説明されたり勉強したりするのに、それが社会に対してどういった問題になるのか、どういった影響になるのかと話をされません。ただそういったポイントが重要なんではないでしょうか。それが一つ目です。こういったポイントを私の活動の中で大きく広めていきたいということで今、考えています。いかにこういった社会で生き残っていくかということにつながると思うんです。で二つ目に重要なポイントとして共有したいのが、この気候の危機において重要なポイントになると思います。やっぱりその感情についてだと思いますが、マドリードの昨年のコンフェレンスであったんですが、ヨハン・ロックストロムのスピーチの中で、たくさん重要なことをもちろん彼は述べたんですけれども、一つ私が強く覚えている彼の言葉が、こんにちはと、ヨハンです。私は父親であり、大変恐れていますという彼のこの一言が非常に印象に残っています。こんな状況で私非常に怖いんだということをスピーチされてました。なので気候の危機についてこんな中でどうしたいんですか、どうしたいんですか、何をしたいんですか、何が怖いですかというようなことを認識して共有する場を設けるということが非常にそういった場があまりないと思うんです。非常に重要なのにそういった場があまりないというふうに感じています。これはコロナの経験から学んだことなんですが、これだけの今環境の危機を自分たちが実際発生させたわけなんですが、将来的に危機に向き合ったときに自分たちはどんな行動をしたのか、人間としてどんな取り組みをしたのかということをやはり振り返ってみることは大事だと思うんです。それをコロナに置き換えると、このコロナの一連の動きの中で自分ができることは何なのかというようなことを一度考えてみるといいと思うんです。これは心理ゲームではなく、人間としてこういった危機に見舞われた時に、もちろん簡単ではないと思うんです。この2年前振り返ってみると大変なことが起きているということで大騒ぎしたんですけれども、これだけ小さなウイルスがこれだけ世界中に大きな影響をもたらすとは思っていなかったというのが正直なところで、それを振り返ってみると2年前に今分かっていることが分かっていればどれだけ変わっただろうかと思ったりするんですが、人間としてこういった危機に見舞われたときに自分たちが誰なのか何なのかということを
自分に質問することがこういった危機を乗り越える心理的な面でいい支えになるのではないでしょうか。はい、非常に、ディープな会話だったと思います。あの活動家として私も非常に感動しました。すいません、もう一ついいですか。あの3名の方々も今述べられてましたけれども、やっぱりこれいろいろ活動してますけれども、あのうまくいかない、つまり効果がないんじゃないか、今後もっとひどいことになっていくんじゃないかという可能性もあるわけで、そうなったときに、やはり将来、今自分たちの活動を振り返ったときに、うん、確かに、うまくいかなかったこともあるけれども、一致団結して、愛情を持って、思いを持って、うん、失礼しました。頑張ったよね、というふうに、今の自分を振り返って、褒めてあげられるような取り組みができるといいなと思います。そう考えると、まあ、この環境問題に取り組むということよりもとても大事なんですが、どのように取り組むかということが重要だと思うんです。ユイタさん、いいですか。あの非常に感銘を受ける、スピーチだったと思います。あのルイーザの話の中で一つ、まあ、特に感銘を受けたんですけれども、コロナウイルスによって自分たちが大きな、課題を投げつけられたわけなんですけれども、まあ、これは世界全体が自分たちの生き方を変えざるを得なかったわけなんですが、まあ、非常にあの生活が乱れた、影響を受けたと。ただ私は小さい子供がいるわけでもないですので、子供が学校に行けないストレスもないし、仕事も普通に行ってますので、給料が入ってこないわけでもないので、あの他の人と比べると悩みは少ないと思うんですが、この30年で初めて丸々1年間飛行機に乗りませんでした。私はあの環境の活動家なんですが、年間16万キロの距離を飛行機で移動している人間がこの1年全く移動できていないんです。それによって温室効果ガスは減ったと思うんですけれども、ただそれによって地に足をつけるいい機会になったと思います。今本当に在宅ワークがメインなので、会議もすべてズームです。そんな中でよくやり取りする同僚がいるのが、やっぱりその在宅ワークによって仕事とプライベートの壁がもうなくなってきています。例えばズームの会議中に飼い犬が突然画面に出てくるとか、子供が歩いてくるとか、非常に微笑ましいと思うんですね。そういったその人の人間らしい面が見えることによって、ただの同僚だけじゃないんだなというふうに思えるんです。ですからこの仕事とプライベートの壁がほぼなくなってきたという今の環境は、私にとっては非常にプラスだったと思っています。本当にやはりその仕事をする同僚というだけではなく、人間としてその人が見れるようになると思うんです。そして、このコロナによって、温室効果ガスが 7% 低減しました。もちろん、そのコロナで皆さん自由が奪われることによって、温室効果ガスを削減するという手法は、望ましいものではないんですが、まあ、実際減ったわけです。ですので、こういった観点から、公正な将来を考えていきたいと思うんです。つまり、コロナが終わっても、昔のような働き方に戻らなくてはいけないわけではないんです。今の働き方を、つまり在宅ワークを継続してもいいわけです。例えば、IPCC でいうと、バーチャルミーティングをもっとしようという一方で、皆が皆同じようなパソコンの環境を持っているわけではありません。例えば、途上国には技術的なネットワークがそこまで進んでいないので、簡単にバーチャル会議ができるわけではないんです。ただ、
もっとたくさんの人に参加してもらいたい。例えば 2,3 人で会話をするだけではなく、バーチャル会議によって何十人も参加できるようになるということがあるので、もちろん難しい面もあるんですけれども、プラスの面もたくさんあるので、将来に向けてどんどん取り込めることは取り込んでいければと思います。ジョージさん、レネさんにバトンタッチするのも私からも少し言いたいと思うんですが、皆さんの会話をまとめて、やっぱりその怖いという気持ち、恐れるという気持ちは受け入れるべきだと思うんです。恐れてもいいよということが重要なのではないでしょうか。でここでまとめていくと、感情的にネガティブなマイナスな感情をいかにコントロールするかについて、まずは認めることだと思うんです。これ大変だよね、怖いよね、もう失ったものが多すぎる、まあ、こういったマイナスな気持ちを受け止めることが重要だと思うんです。そこから、一致団結して、お互いの人を思い合って、周りの人を大事にして、まあ、そういったことはコロナの中で必要もあったと思うんです。共同で連帯感を持って取り組むということについて、このコロナのおかげで、飛躍的な前進ができたと思うんです。ここでコミュニケーションについて、私はコミュニケーション、アドボカシーということで専門家なんですが、心配しないでいいよ、大丈夫だよということで、ポジティブに前向きに、宣伝するだけではうまくいかないと思うんです。私が進めているクライメットアウトリーチという、グループがあるんですが、その中では前向きに言うだけでは伝わらないということが分かっています。それよりも、今こういった環境の問題があって確かに大変なんだと、そういったことを伝えた上で前向きに考えることが重要だと思うんです。これについてはインドの北部であるとかアフリカの北部で実際に試してみました。例えばカナダのプロジェクトでも試してみたんですが、やはりこのメッセージの伝え方、確かに大変だよね、怖いよね、でも前向きにやっていこうよという伝え方がいかにそのコミュニケーションの手法として効果があるかという、今テストをして効果がありましたというご報告でした。パネルディスカッションもそろそろ終わりに近づいてきましたので、ここで全体をまとめてみたいと思います。何か追加でコメントがある方は、いつでも、発言してください。皆さんからの、話をまとめると、恐れてもいいんだよと。ただその中で、あまりの恐れにこう自分たちが麻痺するようなコミュニケーションの仕方は良くないよねということだったと思います。その中で 1.5 度についてなんですが、本当に達成できるのどうなのというような話になると思うんですけれども、 1.5 度、つまりどういうことなんですかと、なぜこの 1.5 度にこんなにこだわっているんでしょうか。できるだけ頑張って最善を尽くすだけでいいんじゃないでしょうか。なぜこの 1.5 度がそんなに大事なんでしょうか。つまりできるだけ頑張って公正な再建をしようよ、それで 1.5 が達成できればそれでいいじゃないのと、達成できなければそれでいいんじゃないのという態度ではダメなんでしょうか。なぜ 1.5 なんでしょうか。私は心理的な色眼鏡をかけて実際回答させていただくんですけれども、心理学でいうと人間の情報の処理の仕方を考えたときに、こういうふうに伝えた方が伝わりやすいですよということは分かっているわけです。人間としてやっぱりまあ、実際 1.5 度ということで曖昧な説明にならない、
そしてもっと興味を持ってもらえるような目標に伝わるんだと思うんです。でそういった目標を設定することで、なんでその 1.5 度が大事なの、何が起きているのということで、皆さんに関心を持ってもらうきっかけになると思うんです。でそして、確実性を持って、何か目的に向かっていくという取り組みにつながるので、この 1.5 度という目標が効いてくると思うんです。そして先ほど興味を持ってもらうというふうに言いましたけれども、やっぱり日々確かに今大変なことになっているけれども、いかに、改善していくか、対応していくかということを会話の中に取り込んでもらえるようにするためにも、この 1.5 度というのが効いてくると思うんです。ルイザさんが見事に言葉にしてくれましたけれども、いかに自分たちとこの問題を結びつけるかということにつながってくれればと思います。その 1.5 度について私からもいいでしょうか。 1.5 度の生まれなんですが、一番この環境危機にさらされている国々が言うんです。2度ではダメなんだと。もうすでに自分たちは危機にさらされているので、2度ではなくて 1.5 度ではない、 1.5 度にしてくださいと。 1.5 度というと今すぐ何とかしなくてはいけないんです。 1.5 度になった瞬間に将来的な問題だよねと考えていたものが今の問題に変わったんです。これは最もパワフルなことだと思います。それによってもうその科学的なデータとかそういったものを全部合わせて 1.5 度を達成するには今やらないと、今動かないとダメなんですよということにつながったと思います。はい、パネリストの方々、興味深い議論ありがとうございました。ではこのパネルとしては以上です。皆さん参加ありがとうございました。